ロックンロール忍者 TV、今回ロックンロール忍者 TV いつもはメンバーとやってるんですが、今日はちょっとゲストを呼びしました。バンドザ・バーストのボーカリストトキ君とベースのメル君が来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうさっきからそのサンタに向かいって行ったんですけど、ちょっとトークがなかなか止まらなく、今日はいい感じのトークができるんじゃないかなと思います。で、トキ君は結構ラロッカ系の、はい、その革ジャンとかも着てるんで、もうロックンローラーはぜひ見てほしいみたいな感じで知ってる人結構わかるかな、うん、ラロッカーとかって言ってね、分かってくれるかな。まあそうですね、俺は結構そういうの狙ってやってるんでですね、80年代にね、ロッカーが、ね、イギリスのロッカーとかたくさん着てた、ね、ストーンズもね着たからね、キース・リチャーズもね。キースはどのタイプを着てたんですか？フライングジャケットね。フライングジャケット、うん、ジャイパイロットかなんか、なるほど。俺が見たのはストレイキャッツとかブーツ履いてたとか、あ、履いてるね、もうとかかな。ローリングストーンズも、それが知らなかったっすよ。そう、きつな。へぇ、ベースのメル君はさっき聞いたところ、メタル系で、そのイングウェイとかクラシカル系のメタルが好きな感じの人で、僕も最近、最近指が治ってきたんで、そのイングウェイのフレーズとか練習するんですよね。で、なんでそういうの練習するかって言ったら、そのうちで前やってたバンドのドラムがちょっと他界してしまって、そいつがまあ片身に残してくれたのがイングウェイの CD で、こいつの墓の前でちょっと弾いてやりたいと思って今練習してます。もういい話だったね、すごいなんかね、それがあるんですよ。まあ本当はまあでも自分のバンドで使うテクニックかってたらそこまではないんですけど、ただそいつの墓の前で俺は弾いてやりたいというその目標があってやってるんですよ。やんないとね、まあいつかどっかでバンドで使えたらいいかなみたいな感じで、でまあ今回ちょっとバースお呼びしたのは、まあちょっと CD を出すっていうのと、明日ライブで、あと6月にもう一本そのバースト企画のライブがあるんですけど、それにちょっとロックンロール忍者も出演でちょっと呼ばれて、そうです、出てきまして、まあいろんないいタイミングが重なって、まあ今回はもうゲストは絶対バーストだなと思って。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、もうレコーディングはどうでしたか？レコーディングはどうだった？先月やってきたけどね。先月やって、で、まあ、今回ギターが変わって初めてのレコーディング。はい、どのぐらい時間かけたとかあるんですか？今回はね、2日2日すっげー早っ。へー、とにかく時間とのね、戦いでね、作ってきましたよ。でも結構一日缶詰的な感じで。まあ当然ね、それはね、なるほど。だよね、いいもん作ったよ。いや、もうさっき聞かせてもらったように絶対流すんですけど、ありがとうございます。いい曲で、まあ俺の好みな感じで、ビートの速い感じもあれば、やっぱゆったりしたのもあって、バラエティに富んだ作品だと思います。で、また今度そのライブで一緒にやる時もそれが見れるということなんで、やりますよ。ちょっともう楽しみにしてるっす。うん、やりますよ。そうです、ぜひもう、まあ今日はどんどんそのバーストの宣伝というかやってもらいたいんでまあフリートークもやるんですけど、まあね、もうさっきの三座からその迎えに行った時の話も面白くてもうそんなのも自然に出れば今日はいいんじゃないかなと思ってます。でもともとね、俺もね、さっき話したけど、梶原くんね、あれだもんね、三茶住民だったからさ一番初めに俺だって18で一番初めに暮らしたの、一人暮らしを始めたのが三軒茶屋上馬だからさ、ちょうど上馬郵便局、郵便局の裏のとこなるほど、そんな、そうだよ、近い近所だな。一番初めに同棲始めたのそこだからそうなんですか。そう、住んで一人暮らし始めて、6月かなんかに始めたのよ、それで俺11月から同棲始めたからなるほど、そう、いろいろドラマがある。いろいろとね、なんかね、俺の10代の、なんかキラキラしてた頃がギュッと詰まってるよ。そこに三軒茶屋は、三軒茶屋には。なるほど。そうだね、懐かしいよね。懐かしい。いや、それも良かったですね。やっぱここに暮らしてたっていう
その時期があって、そうだよ、まあ、その思い入れがあってみたいな、うん、だってさ、6月に一人暮らし始めて、うん、8月にはバンドのメンバーとあと友達とか3人ぐらい俺ん家で暮らし始めて、うん、そっからこれ4人ぐらいで生活してんのよ、うん、でうちが溜まり場になってたからこれは誰だなと思って、うん、そういう女だと付き合い始めたの9月ぐらいだから、うん、そいつを呼び込んで、うん、そいつら出したくてそのために俺同棲を始めたっていう、そんな話がそう、だから四六時中さ誰かうちにいるんだよ、うん、それでさ俺一応1階に住んでたの、うん、鍵かけてんだけどさ裏から入ってきやがってさみんなそう、窓ガラス割れてたからさ鍵閉めてても意味ないのよそうなんすか、ひどかったよ、そんなそうエピソードがそんな三原罪だけどね、そう胸キュンな話もたくさんあるからねいやいや、もうさっきその次の時聞いたけどすごいなんか、うん、どんな思いだよ、俺もね、まあ、うん、今年で7年目なんですけど、まあ、ぼちぼち思い入れが強くなってきたとか、やっぱね、なんかあの遠出した時に帰ってきて、まあ夜とか、三軒茶屋のその、駅降りた時に、その、ビッグエコーのでっかい看板があると、なんかすげえホッとする。三軒茶屋みたいな感じがして、もう、これはホッとしますね。なんか遠出した時とかに。あのさ、7年前って、茶沢通りのところのさ、うん、ちょっと降りてったところにゴリラビルがあったでしょ。あの、キックボクシングの。キックボクシングの下がファミマで、うん、その2階がシルバーウルフジムっていうそのマサトがやってる、うんうん、まあとにかくゴリラがそうそうそう、ゴリラがよじ登った、うんうんうん、あれってまだあったの？ありますあります、あれも全然ある、はー、この間行ったらなくなった、本当ですか？今もある？いや今もあると思います、うん、懐かしいなと思って、うん、あそこの近くにねショーパブがあったんだけど、ショーパブ、それ関係ないかそこはあのモノマネの人が出てたりとか、うん、ニューハーフの人がいたりとか、面白いとこがあったの、すぐに行ってたんですか？その彼女とよく行って、そんなことがあった、なるほど、でもそういうつか言ったら新宿とかじゃないと見れないのかなと思うけど、三軒茶屋、三軒茶屋だったよ、うん、あとそこの支店がその俺が住んでた上馬の、うん、何郵便局あるじゃん、うん、そこのもうちょっと行って先のところにあって、うん、そこの支店に初めて来たんですよね、うん、ごめんね、すっごいマニアックなつまんない話だよね、いや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 、全然ですよまあ、以上今日はもう、うん、バーストの CD とかも持ってきてるんで、その曲もかけたいと思ってるんで、あ、そっちの方を優先しましょう、その優先しますか、うん、どのぐらいのタイミングでかけるかな、まあ、そろそろいいかなで、まあ、バーストが今度そのレコ発でいいんですかね、レコ発ですね、イベントは、レコ発でそのミニアルバムを出したんですけど、その中からちょっと1曲今日はかけさせてもらうんですけど、ね、これ、うん、やりましょうか、イベントでレコ発売してパッと出してもいいですよザ・バースの、ウェンリーというタイトルの、ミニアルバムで、まあ、そこからちょっと今日はいろいろ聞いて、まあ、一通り聞いたんですけど、どれ行くって言ったらやっぱそのウェンリーで行こうっていう感じなので、まあ、うちの中で激しい曲が多いんだけどね、うん、このウェンディに関しては本当ちょっと胸キュン、さっき言ったけど、うん、サウンドを狙ってるんでぜひ皆さん、まあ、バラエティに富んだその音を聴いてみてください、よかったら聴いてみてください、初出しのだよ、うんうん、じゃあもう全員こっちのこの番組に聞いて、そう、それはすごい、広い空の下で、これはなんかその10代の時の青春的なものを思い出したのか、これは10代の終わりぐらいから形すぎて、俺あれなのよ、冗談できた話で白線流しをこの間見て、もう来たけど、やっぱ青春って高校生とかに当てはまるとことが一番多いと思うけど、そうでもないなと思った、まあまあ、やっぱその高校卒業して、そこから大学卒業してみれば働く人もいて、でその中でさ何していいか分かんないとかさ、みんないろいろあると思うよ、みんなたくさんあると思うと寂しい、その中でいろんな
こと悩んだりとか、いろんなことしてた、その10、19、20歳、20歳ついてるそうなんだけど、その頃ってやっぱそれもやっぱ青春じゃないと思う、今思うと思う。だからそれぐらいの頃のことを自分で思い返して、この曲ってそこに対して歌ってるんだよ。なるほど。それを別に10代の子が、まず高校生が自分に照らし合わせてもいいし、20代の人にも30代の人もいいし、これは40代になって、一回振り返って、そういう20代の頃を思い返して、あ、こういうこと、これあったなとか、そういうふうに思って聞いてもらってもいいかなみたいな。素晴らしい。始まりは白線流しですよ。なるほど。ちょっと歌詞とかもちょっとちゃんと聞きたい。僕はね、歌詞はね、ベースラインいいじゃないですか、やりとりの。メルクは指弾きですか？一方的にだけです。あ、そうなんですか。なんか流れ方がちょっと指っぽかった感じがして。でも音はやっぱちゃんとパンクロックでやっぱ曲通ってきてるから全然そういうのありつつ、みんな、なんかやっぱさっきもちょこっと話したけど、カットしてる部分はあるんだけど、やっぱり素の部分っていうか、本当は自分、ダンスの最悪なさじゃないけど、自分を表現したいかなっていう、なんか言葉、難しいけど、何でもありかなって感じが、何でもありです。でも、やっぱもう、ルーツは全然失ってない感じがするんで、これは、いいと思うね、芯だけ取って、芯はある、ね、確かにある、まあ、その、トキ君なりの感じで表現したっていうのは、あれ感じですかね、全然あるかもしれない。繋がってると思うんですよね、その最初に聞いたこの3曲からこういう感じになるのも。あ、本当？うん、そういう曲ですか。うん、まあ、これが、ニューアルバムの、ニューミニアルバムのウェンディという曲でした。はい、はい、皆さん、今度のライブの時に6月2日から出すんですか。6月2日に先行発売です。6月2日に先行発売するそうなので、ぜひライブに来た時は買ってください。俺も買います。いやー、でもやっぱラロッカでがっちり合わせて、やっぱこういうのやって、やっぱすげえなーっていう感じがして。俺なんかいろいろあって、そのまあ忍者になっちゃったんですけど、やっぱやっぱこういうの見ると上がりますね。本当ですか。いや、やっぱ上がる。だってさ、三茶でこう待ってたわけでも全然シルエットが違くて、うわーみたいな、なんか待って2人で待ってて、あー、おったーみたいな、やったーみたいな感じがして、本当に嬉しかったな。本当。うん、やっぱさ、ラロッカってさ、本当なんつうの、ルイスとか、ショットとか、やっぱ有名なところに比べたら、また全然マイナーじゃない。なんですかね、やっぱ。多分普通の人からしたらさ、やっぱロックの好きな人じゃないと知らないブランドだし、それで、まあ、今着てるのは、やっぱこのね、ジージャンのスタイルのやつだけど、そうね、だから、だけど、ラロッカ自体服って全部すごい、なんつうのかな、ラロック主張をしてる服じゃん。うんうんうん、ちょっとあのね、持ってきてないからみんなに分かりづらいかもしれないけど、うん、ね、ここに
ベルトループ、ベルトが全部ついてる。あれとかもかっこいいですもんね。バイカー、うん、ジャケットとかにしてもそうだし、背中のね、アップリケとかにしてもそうだし、みんなすごい主張してる服だから、うんうん、だからやっぱり、知らない人から見たら、うん、なんだこの古臭い、いかつい服は、みたいな思われるかもしれないけど、うん、でも、うん、俺ブーツとか結構やっぱ最近ブーツインしてる人が多いから、うん、やっぱ今こそラロッカだろってちょっと思ったりする時は、うん、かっこいいしね、うん、やっぱあるんですよね、うんうん、やっぱりそれ逆にそういう個性的なものだからこそ、うんうん、個性がすごい武骨で個性があるからこそ、うん、そういうのをなんその俺も負けないように着てやるぜみたいな。ああ、わかる。なんかその、うん、まあ中身も内面も外見もまあやっぱ鍛えていってみたいな、ね。このカンジーパンツにしてもそうじゃん。うん。ね、やっぱ普通に見るとさ、知らない人から見たらさ、うん、なんだあの何あのなんつうの、うん、あの右翼的なみたいなさ。右翼的な。わかんないけど。まあまあまあ。だけど知ってる人から見たら全然わかるわけだし。そうですね。それを。かっこよく入ってるなんかしたら、それってすげえロック的にかっこいいなと思うしさ、やっぱ服がさ、好きじゃん。今好きです。だってさ、ロックンロールって、うん、音楽ってやっぱファッションとさ、裏表じゃん絶対、うん、でしょ。それもちろん。だからやっぱさ、そこの中でさ、それ自己満なんだけど、うん、結局ラロッカにしても何にしても、うんうん、自分がそれをかっこよく着れたらいいんじゃねえかなって思うのよ、うんうんうん、それは見ててね、それが、うん、その分かる人からしてみたら、あ、かっこいいじゃんとかさ、うん、そう思うのよね。でも、バイカージャケットもそうだけど、バイカー着てたらさ、知らない人から見たら、なんだあの古臭い肩の張った革ジャンはみたいな言われたよ。言われたんすか。うん、言われた。けどさ、いいのよ、うん、その人からそう見られてもいいけど、結局自己満じゃん、うん、ファッションなんて、うん、だからそれがかっこよく俺からしてみて着れたらいいんじゃねえかなと思ってさ。なるほど、うん、いやでもラロッカはかっこいいですよ。俺も憧れですもん。やっぱあのやっぱ革ジャンとかも欲しいなって思ったんですけど、まあ今ブーツしか持ってないんですけど、うんうん、かっこいいよね。うん、かっこいいです、うん、で今、まあ、自分のその今コレクションっていうかその今履いてるゼロブーツっていうのがあるんですけど、それを今無理に出して、うんうん、もうこれは一生履いてやりたいなっていうのはありますよね。いつもはこう忍者の格好してるけど、そういう格好もするんで、まあ、ちょっとプライベートスタイルはそのインスタグラムとかでやってるんで、それを見ていただけたらと思います。青山の方にさ、うん、ジョンソンズのブーツのリペアやってくれてるとことか、うん、やってくれるとことかあるらしいんだよね。へえ、うん、俺はなんかそこ下北のロックンロールショップで、うん、706ユニオンっていうところ、あ、はい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 、そこのオーナーが、うん、そのなんかブーツ修理するなら一緒に出しなよみたいな感じで、うん、そのオーナーがなんかエンジニアブーツを直すから、うん、そのついでにじゃあ俺のガロッカもお願いしますって言ったら、なんか一応直せるみたいな話を聞いて。エディさん流れ、つながり。そうですね、一応そのエディさんがアトラクションズっていう店にいて、うん、いた時の、うん、そのまあアトラクションズがあって、下北沢にエクスプロージョンアウタースペースっていうのがあって、まあそれがうん、あ706ユニオンに変わったんですよ、うん、でまあその頃は、まあ、エディさんつながりといえばそうなんですけど、そこの下のさ、うん、マック・ザ・ナイフもさ、うん、よく遊びに行ってたよ。マック・ザ・ナイフ、うん、今ねお店閉めちゃったんだけど、うんうんうん、へえ、あそこのね、あのアパートメントストアね、アパートメントストアいいですね、ね、あそこ雰囲気昔からいいよね。なんかもう、ね、昭和の戦前から作られたみたいな、ね、なんか話をちょうど聞いたっすね。ちょうど俺がそのサンチャ住み始めた時、やっぱ下北近いじゃん、うん、チャリンコで行けるじゃん、うんうんうん、よーくね、あの下北のアパートメントスターも行ってたよ。へえ。店も全然違ったけどさ、やっぱ、うんうんうん、当時まださ、レゲエとかまあ流行り始めてはいたんだけど、やっぱドレッドの人とかも全然いなくて、うん、そんなわけでね、ドレッドのね、おばちゃんとかだからね、お店とかやっててさ、そこの中でかっこよかったよ。へえ。まあその頃の時代をまあ体験したいと思うのもあるんですけど、まあでも俺はそうだな、やっぱそういういい話がとりあえず聞けたらいいのかな、いいのかなみたいな。まあでももともとあれでしょ、大分だもんね。大分で、でも都会にはすごい強い憧れはあったことはあったけど、うん、なかなか出ることができなくて、うん、うん、でまあいろいろ別府、うん、別府別府です、温泉の町行ったよ俺一回。本当に、うん、
それはまた別の彼女なんだけど、名古屋時代にそう一緒に暮らしてた女の子の実家が大分にあったの。ほんで大分の前、この間あの土砂崩れがあったとかあったじゃん。あそこどこかな、佐伯かな、佐伯中津、そう中津、中津、中津の方、はい、あっちの方に住んでて、うん、そんで大分のじゃあ北側ですねなのかな、うん、中津だから そっちの方かな、うん、空港からさ、4時間ぐらいかかったよ。3、4時間かかったよ。ああ、そうかな。うん、そっか。途中別府寄ってたんだけどね。ああ、だったら、うん、そうかもしれないな。うん。うん、それで一回別府行ったよ。いや、温泉入りました。温泉は入らなかったけど、地獄巡りでしたよ。ああ、なるほど。血の池地獄ですよね。そうそうそう、ワニ地獄とかあったよね。ワニ地獄、ね、結構いっぱいいるんですよ。そう。ほんで、彼女の家行って、うん、それその、まあ、とりあえず、よ一応行って挨拶はしたんだよ、うんうんうん、その半年の時に、うん、一回別れましたね。いろいろドラマありますね。そうなんだ。こんなことさ、ねえバカだよね。話す必要ないよね。いや全然もう今の宣伝の人たち、まあ、うん、そうですね、もう時間が、うわ結構話したな。30分どうなるかなと思ったらまだちょっと足りないぐらい。じゃあまあとりあえずじゃあ今度の明日のライブとか、はい、6月2日は俺が言った方がいいのかな。そう、明日はとりあえず、うん、明日5月4日は新松戸ファイヤーバードです。そうです。そこであのロックンロール忍者のねギターのあ違うわ先生ね、そうエディ先生がエディリゼンド先生のバンドマッドスリーという対バンをやるんで、もうこれは結構かっこいいやつがいっぱい揃ってるんで、ぜひ見に来てほしいですね。よろしくお願いします。自分はちょっと明日仕事で行けないんですけど、まあちょっと。そして、6月2日に、そのバースト、レコ発、バーストのレコ発、企画、レコ発企画のライブをやるんで、でその時にロックンロール忍者出ますので、もう、それを見ていただきたいですね。またそのツイッターとかインスタとかでそのライブ告知はさせていただくんですけども、荻窪クラブドクターです。クラブドクターで、あと対バンがね、あのバイバイカーニバルズっていう、これ今回デビューライブになるんだけど、デビューライブ、うん、そう、そこがまた面白くって、うん、60年代から80年代のちょっと面白い楽曲をカバーして持ってきてるバンド、うん、あとは名古屋から非常のライセンスっていうね、うん、なんつうのかな、ロカだったり昭和歌謡だったり、うん、いろんなそういうエッセンスを含んだ、うん、そうちょっとかっこいい非常のライセンスっていうバンドが来ますんで、うん、あとは DJ ね、 DJ、うん、DJ も一人名古屋から1人、ナギーさんっていう人が来て、その人も、それの人と、あとはシダランブルさんっていうね、ああシダさん、シダランブルさん2人の DJ を迎えてやりますんで、うん、もうぜひ来てください。これは面白いやつになると思うんで、ね、そこでこのバーストのウェンディー、今回のこいつの、 あの先行発売もしますんで、よかったらもうぜひ買ってください。よろしくお願いします。いいアルバムなんで、もう俺も聴かせてもらったんですけど、かっこよかったっす。でまあそのトキ君のルックスもかっこいいし、まあこれはちょっと見ものですね、やっぱ。で俺もそのバーストをその名前は知ってたけどまだ見たことがなくて、でその時前もその新松戸ファイヤーバードでやった時にあのバーストって書いて、うわこれはぜひ見たいと思って見たらすごいかっこよくて、でまあそのバーストからちょっとイベント呼ばれて、もう むちゃくちゃ嬉しいです。そこで知り合ったんだもんね。そうですね、そこで知り合って、うん、まあラブッカの話で盛り上がりみたいな感じで、ね、うん、そうですね、 あの時マット3だったね。あの時はマット3、そうですね。ね。その、千代田線でその抜けて常磐線っていうのに変わって、その千葉県の新松戸っていうところですね。そこで、まあ、駅からすぐ近いんですけど、またこれがちょっとアットホームなライブハウスで、ね、なかなかこんなところにライブハウスなんてみたいな感じの。そうね。うん。いろいろでもライブハウスは回りましたね、ここ何年かで。すごいっていう人だって、うん、あのフェイスブックとか見るとすげえなんか言ってるのを見るよ。うん、もうやっぱその
結構つながりもあるし、これ見たいなっていうのもあるし、うん、それで結構ライブハウスはもう出てはないですけど、うん、出てはないんだけど、まあなんか結構いろいろちょいちょい行ってますね。行ってるよね。東京の各地の、うん、それでなんか東京の地理感つかめたかなみたいな。あ、そう。のはすごくある。それはあるよね。うん。なんと例えばさ、昔だとさ、雑誌のさ、うん、中でさ、なんつうの、日本の中で仙台とかさ、うん、仙台マカナとかさ、うん、広島だとなんだっけ、ちょっと忘れたけど、うん、なんつうの、ライブハウスの名前でさ、地名で覚えてるところってあってさ、あ、結構ありますね。俺もなんかアンチノックとかなんかシェルターとか、うんうん、そういうのやっぱあのドールですかね、うんうん、ドールで最後なんかハードコア系のバンドがなんかここでやりますよみたいなんで、うん、名前はだよね、ちょいちょい知ってます、ね、浜松メスカリンドライブとか、ね、そうそうそう、そういうのあるよね、うん、去年ね、行ったところにびっくりしたもんね。大阪行ったのよ、うん、レコ初で、うん、去年、一昨年かも、一昨年ね、それが、初めて聞いたのが戦国大統領っていうね、ライブハウスすげえ名前だなと思って行ったら、あ、まあそこもね、アットホームっていうか、また東京とは違ったノリだったね。アットホームで地下鉄の階段の途中にライブハウスがあって、そんなのあるんだ、こんなところに。そう、地下鉄の改札出るじゃん、うん、緑橋ってとこなんだけど、うん、出て、それで何、外に出ようとするじゃん、その階段の手前なんだよね、はい、みたいな。なるほど。それでなんかそこの、店長とかに聞くと、その南蛮出口ってあるじゃん、うん、そこ あのライブハウスの出口、うん、そこの出口は小学校からは使っちゃいけませんよっていう、うん、なんとなんつうの、先生からお達しがさ、生徒に出てるらしくてそんなのあるんですか。あるあるある。へえ、言ってたよいろいろありますね、うん、面白いよ、うん、やってみたい全国回りたいですね。回れるもんな。そうそうだね、うん、まあでも地元ではよくやってくれってやっぱ言われますね。やっぱその行けばいいじゃん、うん、うん、まあみんなみんなが行けるっていう状態になればもう本当にいつでも行きたいんで、うん、でまあ先輩とかその企画も組んでくれた時にそのどうだみたいな、うん、でそれで 3カ所ぐらいさ、うん、行けたらいいよね。そうですね、うん、いやーぜひ行きたいです。うちもこれ出して、うん、それから一応やっぱ名古屋行ったりとか、あと今回東北行きたいなみたいな。東北、福島の方とかね。ああ、ちょっとそっちの方の話もしようかなとか。へえ、そうなんですね、うん。そういうのありますよ。いやぜひやってもらいたいです。まあこれちょっと全国に一応全国発売みたいな感じなんですか。一応なんつうの、ユニオンとかに置いたりとかするんで、うん、取り寄せとかにはなるかもしれないけど。うん。ユニオンまたいいですね。そこが。そうですね。うん、いやもうぜひ聴いてください。もうかっこいいです。ダウンロード販売はしないからさ。あ、しない。いや時代はそこら辺はさ、うん、乗らないようにしようかなと思ってた。いや俺らも出すんだったらやっぱ CD 出したいですもん。やっぱちゃんとジャケット取ってみたいな感じで。やっぱダウンロードそれ見れないから。本当はね、うちセブンインチに出したかったんだよ。セブンインチ。だけどね。レコードってことですか。そうそう。結構怒られてさ、うん、金ねえのにそんなことできねえだろって。売れねえよって、うんうんうん、だから CD に流したそうだったんですね。これで小銭を貯めて、うん、そのお金を使ったら今度はセブンインチいいよね。ね、うん、そう、なるほど。セブンインチ出したいんで皆さんよかったら買ってください。買ってください、うん、ぜひちょっと危ないな。いやうちらもちょっとレコーディングやりたいですよ本当に。まあちょっとね、これちょっとあれなんです、ちょっと衝撃的なんですけど、おしりちゃんがちょっとやめちゃって、ちょっと新しいベースになっちゃったんですよ。んで、まあ今回はその新しいベースのことをやりますので、まあね、ちょっと ああいう感じのキャラではないですけど、ちょっと歌が、まあシンガーソングライターをやってる子なんで、ちょっと歌が結構ハスキーな感じの声で、またちょっと違った部分が見れると思います。まあそれをまあ6月2日まあちょっと気合い入れてやるんで、そこら辺もよろしくお願いします。あ、もう時間ですねではまあこの辺でちょっと失礼したいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございました